初代ゴドルフィン男爵シドニー・ゴドルフィンの紋章。旧分割された紋章中のファースト部分がゴドルフィン家本来の紋章。ゴドルフィン男爵はかつて存在したイギリスの男爵位。これまでに3度創設され、第1期がイングランド貴族、第2期がグレートブリテン貴族、第3期が連合王国貴族としての助爵だったが、いずれも現存しない。 二大博フランシスは1735年にゴドルフィン男爵位を得た。政治家シドニー・ゴドルフィンは第一大倉教や北部担当国務大臣を歴任した人物で彼に与えられた例が第一期の創設にあたる。彼は1684年9月28日にイングランド貴族としてコーンウォール州リアルトンのゴドルフィン男爵に譲された。 シドニーはさらに1706年にゴドルフィン伯爵へと少女した。その子である二大伯フランシスは、爵位継承後の1735年1月23日にコーンウォール州ヘルストンのゴドルフィン男爵を授けられた。これが第2期の創設であり、彼は2つのゴドルフィン男爵位を帯びることとなった。また、この爵位は、グレートブリテン貴族爵位であり、 フランシスが男子を書いた場合は、おじヘンリー・ゴドルフィンとその男子にも継承を認める、特別規定が備わっていた。その後、フランシスが死去した時点で、存命の男子を書いたことから、ゴドルフィン博、男爵位は廃絶した。他方、1735年創設のゴドルフィン男爵位のみは、おじの子フランシスが継承した。しかし、その二代男爵フランシスも後継者を書き、 再び、ゴドルフィン男爵は廃絶した。オズボーン家の紋章政治家、フランシス・オズボーンに対して与えられた例が、第三期の創設にあたる。彼は、ヘルストン選挙区やルイス選挙区選出の、庶民委員議員を務めた後、1832年5月14日に、連合王国貴族爵位の、バッキンガム州、ファーナムロイヤルのゴドルフィン男爵に助せられた。彼の後は、 長男ジョージが爵意を継承した。二代男爵ジョージは終灼後に、いとこにあたる、第七代、リーズ公爵から、リーズ公爵意を継承したため、男爵位は公爵くらいの従属爵意となった。これ以降は、四代百四年にわたってその、直系男子によって継承され続けた。しかし、その早村にあたる五代男爵ジョンが死し,しなく没すると、初代男爵の系統はすべて途絶えたため、 男爵位は廃絶した。他方、公爵位は、当園のダーシーに相続されたが、彼の死と共に、公爵位も廃絶した。フランシスは、第五代、リーズ公爵の次男にあたる。ありがとうございます。